られてて、自分が一番びっくりしました。まあそれがどうなるかわかんないですけどどういう風になるかわかんないですけどね。すごくお話をなんかほとんど一方的に聞いてもらってただけだったんですけど、ね、すごく分かってくださって、そう、自分のこと分からないから、なんかあの心理学を学んでる方とかにも全て事細かく分析してもらいたいくらいなんですよ、もはや。けど多分それで図星だと図星でなんか私の何を知ってるんだみたいな言いそうで、マジでたち悪いよね。え、みんなそうなるもんなんじゃないのって思うんだけど、私だけなの？私の性格が悪いだけ？どんなあきちゃんもきっと好きなんですけど、いいですか？ありがとうございます、嬉しい、いいよ。けど確かにあんまり、あったかそうです、あったかいです。次の目標は？目標ってなんだ？なんだろうね。ないね。目標決めたらそっちの、その道しか歩けないから、なんか私は、思いがけない道に行って発見するのが好きなので。来年も今までで一番いい年だったって思えることかな。毎年一番いい年だったって思える生き方がしたいですね。俯瞰的に自分を見られる人でね、嬉しい、そう言ってもらえたら嬉しいっていうか、嬉しいっていうか安心する、なんかそう思ってもらえる自分ではいるんだなと。だからなんかもっと頑張らないとみたいなこと言葉があんまり好きじゃないっていうか、なんか
そう思うんですよね。すごく。でもなんか頑張ってるのにみたいな思ったこともない。頑張ってないのかもしれない。なんかオフィシャル CD ショップについてっていうブログが更新された。私はどんな年ですか。サッカーに例える、サッカーに例えると、今までなんかメインのメニューじゃないけど自主的にやっていた練習が思いがけない形でシュートにつながったみたいな年だったかも。意外となんか個人的なことだけで言えば、まあ、もちろんコロナとかもあったからと思うんだけど、その中で多分私はありがたいことにいろんなお仕事させていただいてたし、思いがけない形でなんか今までやってきたことに救われたことがすごく多かったから、そうかな。うん、今までの自分に助けられたり、なんか今までの自分が喜んでくれそうだなと思う仕事したり、すごく多かった。だからこそ次が怖いですけどね。さて、それをいかに自分のものにできて次につなげられたのかっていう、あとは自分あんた次第やでって言われてる感じがちょっと怖いですけど、でもそれを自分の日々の積み重ねとも思ってなくて、ただ言い続けただけとか、ただ興味があることに素直に興味があるって言ったと、うん、なんか面白い一年だったなって個人的なことを思えば思いますかね。自粛中も私落ち込んだりとかが本当になくて、そういうとダメ人間に思われるっていう考え方がなんでって思っちゃうんですけど、私は。なんか、まあ、典型的な堕落した生活を送ってた気がするけど、そうじゃないと気づけなかったこととかもあるだろうしと思うと、まあ、永遠には続かないでほしいですけどね。絶対に早々に終わってほしい。今年の1年だけで十分ですっていう感じ。もうお腹いっぱいって感じ。そう、料理頑張ってた、料理も頑張ってたし、ブログ書くって決めた月に毎日ネタを探すのは面白かったし、なんかそういう自分なりの多分今この状況下においての楽しみ方みたいなのを見つけることが現来好きな性格なので、多分そんなに落ち込んだりしなかったんだと思う。むしろなんか活動が再開してるのにみんなと話せない方が辛かった。その自粛中にどうこうってより、それもう嘆いても仕方ないことだからって思うけど、例えばライブしてるのに
ファンの方が目の前にいないとか、いろんなことしたのに感想をもらえる握手会がないとか、再会してからの方が思いましたね。なんかみんながよく言って離れちゃうんじゃないかみたいなことは、なんかちょっと傲慢かもしれないけど思わなかった。なんかみんなが好きでいてくれてるっていう、甘えて取られたり、そんな甘くないぞって言われたりするかもしれないけど、直接話したいね。私ももうなんか伝わりきらないこととかが多いし、誤解とかもさ、そのいつも、でもこれはオンラインじゃなくても思うんですけど、なんか皆さんはわかんない、どういう感覚かわかんないけど、私たちはなんかやっぱ会いに来てもらわないと話せないので、自分から話すチャンスを得に行くわけにはいかないじゃないですか。だからなんか、あ、すごい、なんか私たちも皆さんが多分握手会とかで、あ、なんかこれを言うつもりだったのにとか、この言葉選ばなきゃよかったとか思ってるのと同じように、多分私たちも思うんですよね。あ、なんかとっさに出てきたけどこの言葉のチョイス違ったなとか、もしかしたら誤解してるかなとか、あ、本来伝えたいのそうじゃなかったのにみたいな思うじゃないですか。でもそれをさ、自分でこう違うんだよって言えることってないから、時々なんかみんなも一方通行だなって思うことあるかもしれないけど、私は結構逆に、あ、私ってアイドルだからそこは一方通行で来てもらうしかないんだなって思う時ある。話したい時に来てほしいなと思うし、まあでもね、今のシステムだし、直接会えるようになって使いたいからって思って持ってくれてるママの件とかもあると思うし、難しいと思うんですよね、なかなか再販とかがない限りは。でも今ってすごく難しい時期じゃないですか。もう一回売ってやれるって、それをやるって時にはもしかしたらもう再会できてるかもみたいな望みもあったりして、例えばでもそれに、なんかでもこの自粛期間に見つけたよとか言ってくれるとかも、時々フォローしてよとかリプでくださる方とかいるんですけど、そういう方はさ、こう振り返りだからなかなかチャンスがないじゃないし、私たちもこう握手会はなんとなく、あ、向こうでこういうことやってるなっていう手続きの流れとか分かるけど、実際にしないからもう結局分からないから、想像でしかないから、なんかどっちがいいのかなとか思ったりするけど、でもやっぱりリアルタイムで話したいなって思うことのが多いし、意外と私は好きですよ、このオンラインで話す形っていうのも。みんなが緊張してて面白いなって思うし、あ、こういう空間でこの人は生きてるんだなとか垣間見えるのも面白いし、うん、まあラグもあるんだけど、最近私はラグを見込んで話の概要を想像して返事をして、いくらラグが減らせるかと、いくら会話の内容が合ってるかっていうチャレンジをしてるんですけど、誕生日近くはね結構それが当たってたんですよ。
あと21歳のって言った時にありがとうって言うっていうのとかをしてて、いくらテンポ感をよくできるかっていう個人的チャレンジをしてて、そうでもね、やっぱり不具合が本当に自分でも実感するけど多いじゃないですか。まあでも最近ね、前回からちょっとやり方を変えて、もうスタッフさんもね、スタッフさんマネージャーさんだからさ、現場にいるマネージャーさんだから、その場でどうこうはできないから挙手制でそのトラブル起きた時に写真を撮って、そのお名前の写真を撮って報告をしてっていう。そうでもなんか、まあ、みんながいろいろ用意するっていうのも変な話だと思うんですけど、ボードもね、ボードがあるとすごく嬉しいんだけど難しいね。正直画質と画角によって全然見えなくて、そう見えない見えないって言ってる間に多分会話ができるんだよなとか思うとね難しい。でもね、なんかこう画面があって、結構下半分はね、なんかあの誰々さんが来られましたっていうインスタライブみたいな感じの画面なんですよ、私からしたら。見てる時のね、そのコメント欄みたいな感じでニュース記録があって、でピッて押したらそれは消えるんだけど、なんか消えるのもちょっと怖くて、でも画面を触るのが怖いので、ちゅうやつで、すごいね、大変だよね、難しいんだ。ボードはね、上にすると OK けど難しいね、本当にね。私たちもどう、誰にどういうふうに、みんなにこうしたらいいよ、ああしたらいいよっていうアドバイスも一概には言えないし、難しいし、イヤホン付きマイクは必須だよね。あでも HKT の方は逆にあんまりイヤホン付きじゃなくていいなっていう印象でした。イヤホンつけてない人の方がなんか変に吹いたりしなくて聞きやすかったりするから、まあもうぶっちゃけた話、お互い、私たちは通信環境毎回同じでやってるけど、通信環境と機種とかさにもよるじゃないですか。だからもうね、あの全てを網羅するカバー方法がなくて、これがいいですよ、あれがいいですよって言っても例外の人がいるから難しいのよ。ヘッドセットは声が大きいかな、意外とびっくりするくらいの音量のことが多いかも。けどそれをさ言ってる時間がすごくもったいないので大丈夫なんですけど、そうだからみんなので音量が毎回変わるからね、またそこも難しい。あと太ももが痒い。しなんかさ、私たちはずっと続けてやってるけど、ようやく待っての一枚っていうのとかさ、また感覚が違うから、やっぱり
こればっかりは多分フィードバックして改良していくしかないんじゃないかなと思ってるんだよね。月末は怖いよね。通信制限になったらさ、4G でつなげないし Wi-Fi 使えるかなみたいな。私が推しのにそうなるって考えたら絶望だもんね。せっかくやっと会える、ドキドキするって思ってて喋れないで終わると。でもなんか少なくとも顔動いてる姿と声、まあ聞けたいこととかもあったけど、聞けたりお話できたり感想を聞けたりするのはもうこっち側からしたら本当にありがたいですね。まあ、みんなも嬉しいだろうけど。なので会えるまではもうちょっと見ててほしいなと思います。とっても眠くなってきてしまっているけど話足りない気もする。何の話してないんだろう。あと寒い、すごく寒い。私も推しのオンライン握手会行っとけばよかったなって今すっごい後悔してんだよね。私なんて特に握手会には行けないからさ、オンラインで行っとけばよかったなって思うんだけど、何も話せないだろうな。けどいきなり10枚とか言って会話盛り上がらなかったらどうしようとか思うもんな。絶対最初ってさ、まあ今後あるとは思わないけどさ、もしあったとしてさ、最初って何枚出しくらいが普通に会話できるんだろう。でも一回喋ったら多分絶対ループしたくなっちゃうでしょ。5枚。3枚とか5枚とかなのか。直接話すことは多分私は無理だから、オンラインくらいがちょうどいいかも。ファンだったら
まあ、現実的に握手会には行けないけどオンラインなら行けるっていうところの救いがね、実はねこの不幸中の幸いっていうのもなんですけど、私はアイドル兼オタクというかオタク兼アイドルなので、実はありがたかったりする、ここ最近 の、 このオンラインオンラインエンタメ。私はもう会って話すなんて滅相もないって思っちゃうから、私はね、だからみんなすごいなと思う、マジで。自分のかけた言葉をさ、耳で聞いてさ、脳みそで理解してさ、返事を考えて口に戻して、そこから電波に乗せてくれてるってのすごくない？え？無理、話せない、そんな無理だな。私はできないできないですね。推しとさ、自分しか知らない会話ってやばない？してみたいけど別に話すネタもないし、いや、あるんだけどね、好きなところをもうただただ貫ねたい、言い貫ねたい。推しをね、私は口頭で布教したくなるタイプのオタクなので、すぐになんか沼を覗き込んでる人がいると罠を仕掛けたくなるんですよね。なのでもうなんか極論で暴論ですけど、本人に布教したいのよ、もうもはや。もうあなたの素晴らしさをもっと知ってほしいって思ってしまう。なんで世の中、てか日本の人口1億人いて1億人好きになるでしょこんなもんって思ってるので、基本的にどの推しに対しても。運命に見られてるとかそういう夢のないことはいいんですよ。会話をしてるのは二人なので、二人なんですよ。そうだから布教したくなるタイプのオタクだから、もうね、けど本人前にしたらきっと言えない、ここが好きでって。そんな、なんか言われても困るでしょって思っちゃう。けど私が純粋にオタクでオタクのアカウントとかを持っていたら、もう布
響するんだろうな。ハテブロとか書いちゃうね、絶対書いちゃう。好きなところ言われるのは逆に嬉しくないの？嬉しいよ。でも私はやっぱオタクだから嬉しいのかなって思うじゃん。自分がさ分かんないんだよね、その何のカテゴリーの自分として好きになるかって。認知はされたい？わかんない。されたらされたで、されたらもちろん嬉しいけど、されたらされたで下手な行動できない。私のことなんか知らなくていいってなりそうけど、覚えててくれたら絶対嬉しいだろうな。私は未だに知られてないと思っているので、知られた瞬間多分黙っちゃう。そう、マジで私に気づかないでって感じ。なんか教室で例えたら窓際から3番目くらいの後ろから、あ、じゃあ前から2列目くらいのモブでいたい。言いつつ私はみんなのことを覚えているし認知もしているんですけど、存在感消したいわけじゃないんですよ。存在感消してる人って結局なんかちょっと不思議な子だよねっていう認知のされ方をするので、もマジモンのモブがいい。今すごい懐かしい空気を一瞬感じた。何の空気なんだろう。え、そういう時ない？私だけ？なんかファって脳みそに映像ピュンって入ってくるみたいな。何のだったんだろう。いや、デジャブじゃない、今同じ光景がとか、これ見たことあるじゃない、もう全く違う映像が一瞬バーって入ってきて、空気もなんかファって変わって、誰かいる？誰かいる？他のメンバーのファンの人も覚えてたりする？覚える。あ、誰々の人だって思うし、握手に来る時も誰々のと応援しているものですって言われた方がなんか私は好きだなと思う。
なんかね、なんか推し変しても悲しくないっていうわけじゃないですけど、なんかしちゃったかなって思っちゃうけど、なんかだからってなんか別にそこに関して怒ったりしないから人の感情って謎だなと思う。顔が怒ってましたみたいな書かれたら、あ、この人きっと怒られたい人なんだなって思う。でも私その感覚わかんないからそっかーって思って、全然でも私のこと気にかけてくれてたら嬉しいなとは思うけど、ついに自分が嫌悪正しい箱推しなので、誰々のところがいいよねって言って分かるってなるタイプだからね。嘘でしょ、いや何も嘘じゃない、マジでマジでだよ。そう、なんかでもまあ確かにずっと記者しか見ないよって言ってた人がある日突然もう一切来なくて次の子とかに乗り換えてたら、マジでえどうしたんだろうと思ってびっくりするし、私なんかしたかなって自分の行動振り返るけど、怒るっていう感情にはなんでみたいな、なんないか、自分自制の方が大きいから、そうなんだよね。私ずっと同じこと言ってるんだけど、いまだに信じてもらえないんだよね。なんかいじってほしそうな人にはあーとか言うけど、でもなんか あこの人私推しじゃなかったんやっていう認識の仕方しちゃう。なんかもともと私の勘違いだったんだって思っちゃうかも、なんか言われてなかったら。でも逆もあるらしい、なんか私推しだったんだって思うことは結構あるかも。なんかでもそういう方は大抵その他のメンバーにもこうなんか声かけてたりするっていう、すごい優しい方だなっていう認識の仕方なので、あれですよね、面白い。まだやってた、せやねん、どんだけ話足りんかったんって感じ。でもなんか私そう、それこそさっきの話につながるけど、この子もいいしこの子もいいしこの子のここもいいんだよ、でもこの子とこの子のここが良くてっていうタイプなので、私はめっちゃ分かるんですけど、結局なんかなんだろうな、しなんか人に勧める時ってその人がハマりそうな人を紹介するみたいなのあるじゃないですか。だからそういう時にでもなんかじゃあ一番の見てほしいポイントはどこなのって言われた時に、私の映像とか出してくれるような
のだったらめっちゃ嬉しいなって思う。やっててよかったなって。だからね、あれの時がね、本当に嬉しかった。なんか趣味どきが発表された時に NHK 似合うねって言われたのめっちゃ嬉しかった Hi, I'm from Indonesia. ありがとう。 Thank you.止まった？そういう褒め言葉ってすごいいいですよね。なんかすごい嬉しい。抽象的というか具体的というか、その狭間みたいなところの褒め言葉すごく嬉しい。やばい、もう目が閉じてきてるわ。そろそろ終わろう。ああ、体力が追いつかない、話したいことに。朝ドラに出てそう。めっちゃ嬉しい、本当に嬉しい。朝ドラがすごく好きなので嬉しいです。今から化粧を落とさなきゃいけないというこの、風呂に入らなければいけないというこの、この絶望。でもまだ9時だよ。私はルームするね。でも本当にできる時間を見つけてやろうと思うので、まあ楽しみにしといてください。というわけでランキング、あ、今タワーとなんピクマ、うクマ雪だるまに気づいた、ごめんね。あれ、ニコラセット、もうね、最近乱視がひどくてね、この距離でも見えんのよね。眼科行かなきゃ、行かなきゃとは思ってるんだけどね。病院が嫌いなんだよね、なんでもね。なんかすごい肉まん今日食べたのバレた？言ったっけ？ミラーボールありがとうございます、熊吉さん。
あとなんか履歴が遡れなくて見つけられない。ヤマキャット初段さんかな。あと雪だるまは何、8月さんありがとうございます。ヤマキャット初段とアシュラさんもありがとうございます。というわけでランキングの方を読ませていただきます。13位チョユキさん、12位熊吉さん、11位ロンジさん、10位アシュラのガスさん、9位コウイチさん、8位台湾夜嵐、秋毎日かわいい好きだよ額かわいい3、7位グランマットアシュラさん、6位アキさん、5位ダンディアットアシュラさん、4位竹谷さんとアシュラさん、3位差し押しの赤坊あと困った時はお互い様さん、2位8月さん、1位ヤマキアット初段とアシュラさん、そして見てくださった皆様本当にありがとうございました。ちゅうわけでアキさんはもうお風呂に入って寝て明日のリハに備えます。実は明日がリハ、一日リハなので寝ます。おやすみなさい。あー話そうと思ってたこと思い出した。また話そう。インスタにかわいいかわいいみんなの大好きなイブちゃんが作った帽子が載ってるので見てね。バイバーイ。おやすみ。そう。あ、いぶきじゃないよ。バイバーイ。